はい、中野プロパティ中野です。今日は緊急放送ということで、リンギットが下がってますよと、今が、リンギットから円からリンギットに、変える、タイミングいいタイミングなんじゃないかなと思って、緊急放送します。ですね、今日の時点で今の時点で25円切りました。25円切るってなかなかないんですよね。今これ1ヶ月単位での表なんですけども、1年、まあ、私2008年から言いますけども、これ1年前ですね。この5年間でこんな感じ。これでもまあほぼ最安ぐらい、最大と言ってもそうなんですね。これが何年前だ、2003年ってなってますね。2003年からでもそうなんですけども、そうです。で、今回はですね、ご存知の通り、経済的なものではありません。理由はですね、もちろんコロナが理由です。コロナはですね、もちろん経済に打撃を与えるんですが、致死率はそれほど高いものではありません。今後収束に向かっていくのは間違いないと思います。まあ、このリンギットがですね、どこまで下がるか、これ次第なんですけれども、まあ、私はですね、あくまで私はですが、ちょっと今ね、円資産からリンギットに、変えてもいいんじゃないかなと思ってます。マレーシアのですね、こちらトレーディングエコノミクスさんの、から引用しますが、GDP はですね 4-5-6% ぐらいを来てます。で、こちら今ね、これ 3.6 って見えますかね。 3.6 ってなってますが、これ 3.5 から始まってるんで、ちょっとまあまあ悪くなったとはいえ、GDP 3.6、前年比ですね、守ってます。これぐらい日本と比べたら 0.7% の国から比べたらね、そうですね、安定して成長している国と言えるかと思います。で、ですね、今日はもうこれとっておき教えちゃいます。このですね、こちら見えますかね。genx-geny-genz.com って、で、スラッシュフィックスデポジットって書いてあるんですけども、こちら、ですね、プロモレートって言いまして、マレーシアはですね、定期はですね、ご存知の方もいるかもしれないんですけども、プロモーションレートっていうキャンペーンレートがあって、このキャンペーンレートっていうのが年中どっかの銀行でやってるんですね。なので、どっかの銀行からどっかに銀行に、移せば、こういう、一般レートよりも高いレート、ここですね、RHB、まあ私も持ってますが、この RHB だったら6ヶ月で 3.6% っていうね、今ね、マレーシア、まあ経済が安定してくると、通貨は、金利は下がってくるんですけど、オーストラリアもそうでしたよね、昔 8% とかありましたよね、今はまあそんな 1% とか 2% ですよね。はい。マレーシアもですね、まあ発展途上国から経済安定国に、今ね、変わりつつありますので、低金利はね、まあやっぱり値下がってくると思います。それでもまだまだね、6%、6ヶ月 3.6% ありますんで、この辺もね、ちょっと考えていいんじゃないかなと思います。残念ながらですね、旅行者さんはですね、マレーシアの今、銀行口座簡単に開けれません。残念ながら、労働ビザ、MM2H、学生ビザと、そのディペンダントビザですね。保護者ビザ、ガーディアンビザですね、学生ビザ、そのガーディアンビザ、そういう、ビザがないと難しいんですけども、そのあたりね、まあ、特に学生ビザなんかそうですね、今ね、留学の方増えてるんで、もう今からちょっと遅いですけど、こういうタイミングがね、こっちに生活してれば何度かあるんだよということね、ちょっとお伝えしたくて、緊急放送しました。24.79、おそらくですけども、歴史的に見て23円まで一瞬で一瞬行くかもしれないですけど、私は行かないと思ってます。まああくまでね、これは僕の勝手な、想像です。神のみぞ知るです。こんな為替なんてね、誰も分かりません。コロナなんて起こるなんて誰も1年前想像してなかったですからね、こんなことは当然起こります。はい、もうそれも理解した上で、今ねマレーシア1リンギットは 24.79 円、25円切りました。歴史的にもかなり安い状況に入ってますという、緊急放送でした。それでは。